こで問題。京都で本当にいる警察官はどっち？ 1、馬に乗って働く警察官。2、着物を着て働く警察官。正解は馬に乗って働く警察官。今回取り上げるのは京都府警の馬に乗って働く警察官、その名も平安騎馬隊。この平安騎馬隊の主な仕事は登下校時の子供の見守り、観光名所でのパトロール、京都の葵祭や時代祭の先導警備など。馬に乗った警察官って実は昭和の初期まで全国に存在した。しかし戦後、急速な車やバイクの普及で消滅。そんな中、京都府警の平安騎馬隊は平安遷都1200年記念事業の一環として平成6年に創設された。現在騎馬隊がある警察は京都府警、警視庁、皇宮警察3つだけとなっている。あ、舞妓さんがいる。舞妓さん、こっち向いて。